皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその20。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは塩です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは疑ってです。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは痛いです。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは天皇です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは感激です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは看護師です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは記事です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは苦痛です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは質疑です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは看板です。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは半信半疑です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは痛手です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは過激です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは潮風です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは激しいです。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは皇太子です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは風潮です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは激化です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは痛感です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは看病です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。